佐藤智和は、競輪選手。岩手県花巻市出身。日本競輪学校第88期卒業。日本競輪選手会岩手県登録。師匠は、佐藤幸宏。練習地は、市は町営自転車競技場。帰婚岩手県立市は高等学校を卒業後、日本競輪学校に88期生として入学。同期に、山崎義人、武田豊樹。 長井清渡辺一成らがいるという早々たる顔ぶれで、佐藤の在校競争成績は22位であった。デビュー戦は2003年7月6日、千葉競輪場で迎え、初勝利も同日。デビューしてから3年後の2006年にブレイク。同年7月のサマーナイトフェスティバル決勝では、市高寺効のまくり追い込みに、最後は屈したとはいえ、最終バックでは先頭に立ち。 二着に粘り込む。また、同年11月のふるさとダービーでは予選を3、連勝で勝ち上がり、完全優勝に大手をかけた。さらに、同年12月29日に開催された、ヤンググランプリでは、最終的には、かなり数行きに屈したが、渡辺一世との主導権争いを制した形となり、二着に粘り込んだ。翌2007年はさらに活躍の場を広げた。 同年2月の奈良記念決勝では、最終バック8番手からめくりに出て、マークしていた有坂直樹が道中ちぎれてしまうほどのスピード力を駆使して記念初優勝。また同月に、宇都宮競輪場で行われた東日本大座決定戦決勝では、最終バックで白戸潤太郎をまくり切り、そのまま押し切って優勝。初の GII 制覇を果たした。そして、 同年開催された高松の宮記念杯競輪で GI 初優導を果たすとその後行われた3つの GI 大会でも決勝へと進出以上の活躍が実って競輪グランプリへの出場も決め初代となる SQS 班の18名のメンバーにも選出された平成19年優秀選手表彰式で特別関東選手賞とベストナイン賞を同時に受賞している 2008年は2月に別府競輪場で開催された東日本王座決定戦で逃げる山崎義人の番手から直線抜け出し連覇を達成。10月に久留米競輪場に開催された共同通信社配競輪でも同じように山崎の番手から出て GII3 勝目を果たした。2010年は宇都宮競輪場で開催された全日本選抜競輪の決勝において 序盤は、成功法の位置に構えると、打勝前に上昇を試みた、神山匠子くらいにつけた、武田豊樹と一旦は、競る構えを見せたが、競りを嫌った武田が、主導権を取る形になるや、中段まで下げて、バックからめくりを放ち、にセンター付近でまくり切った。加えて、後続の大量落ち者があった影響もあり、最後は2着に三者身の差をつけ、待望の GI 優勝を果たした。 なお、これにより出場した、ケ輪リングランプリ2010は7着となった。2011年は、高松の宮記念杯、智と新のオーパイ、オールスター、競輪祭とサイト特別競輪の決勝に安定して、進出し続けたことから、獲得賞金上位により2年連続でケ輪、リングランプリ2011へ出場し5着となる。2012年は、智もひとしんの決勝において、直前に、 ギア倍率を4.00に上げて先行する近畿ラインの4番手を追走した読みが当たり、最終4角からのまくり追い込みで直線伸び、2年ぶりの GI 優勝を果たした。2013年は8月に岩木大楽林場で開催されたサマーナイトフェスティバルの決勝において、勝負所で3番手の位置を確保し、直線手前からまくり追い込み GII4 勝目を果たしている。 身長1 6 8トルと小柄だが、自力の競争を心がけている。できてしまえば他選手がなかなかまくれないほどのスピード力を持っているが、混戦での位置確保にもたけており、とりわけ333番区では量石を残している。500番区ではバンクレコードを持っている。ありがとうございます。